Three, four,
まあ、そうです。まず、まあ、いろんな要素あったと思うんですけど、まず、はい、勝ててよかったっていうことと、まあ、試合前にヘッドコーチもおっしゃってたんですけど、自分らに、はい、やっぱり今日という日を自分らはすごく楽しみにしてて、でおそらく僕ら以上に今日来てくれる方々っていうのが本当に今シーズンのキングスがどういう風になっていくのかって本当に楽しみにしてたと思うので、はい、そういう意味でもすごく、はい、充実したゲームになったかなと思います。すごく見ていてね、ゲームメイクできる選手が多いじゃないですか、はい、その辺はどういう風にバランス取ってるのかなっていうのはすごく気になったんですけども。そうですね、まあ、できる人にできる時にできる人がやるって感じですね。でもやっぱりその辺はある意味でパスも回して、はい、自分も決めて、そうですね、はい、今日もねブザービートありました、はい、狙ってました狙ってましたね、はい、言うね、なんであんな遠いところから入んの。いやまあ練習してますからですからね、はい、はい、ということで最後にですね、今日も集まってくれましたたくさんのブースターの皆様に一言お願いいたします。はい、本当に今日皆さんに会えるのすごく僕は楽しみにしてました。明日も試合がありますので、またぜひとも応援よろしくお願いします。今シーズンもまたよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで本日のマーボザゲーム背番号14番岸本龍一選手に大きな拍手をお願いいたします。